昨日の続きからなので教科書の28ページからですね。じゃあ今日は誰から読むかな。はあ、つつ、はは。ねえねえお父さんお父さん、今度の国語の宿題でお父さんのお仕事って課題で明日までに作文書くの。みんなの前で発表もしなきゃで本当に嫌だけど頑張るよ。先生もみんなのお父さんの自慢を楽しみにしてるって。そうか、いいかい、お父さんの仕事は普通とはちょっと違う。大きな意味では世の中の人に娯楽を提供してるんだ。役者さん、ミュージシャン、スポーツ選手や著名人、家の前だとか仕事場でもどんなところだって張り付いてその人の日々の監視をする、そういう仕事をしてるんだ。そして何か悪さをしたり面白いことが起こったりするとそれをすかさず記事に書いて世間のみんなに知らせるんだ。体力も根気もなきゃいけない、とても大変な仕事なんだ。何ほざけ、盗撮盗聴尾行張り込み好きなだけ、やりたい放題天中下したつもりかね、してやったり顔が見え見えで気持ちがね、どうにもこうにもあり、あんたらはどれだけ立派な人生なんだ。どの面下げてんなことしてんだ、倫理に反したあんたらが何不倫だ不純だ言ってんだ。国家権力にはヘコヘコします、弱い者いじめが板につきます。あんたの子供の頃の夢はまさかそれじゃなかったよな。知りたくもねえ必要もねえ、ただ誇り持ってそれしてんならね、どかどか踏み込んでくる割にさ、こそこそ逃げたりすんなよあんた。卑怯絵に描いたあんたの言葉、薄っぺらすぎて悲しくなんさ。ヒットが起こるとすかさず出てくるゲスなやつ、ポットレで出てきたわけじゃねえ、こちとらメジャーで14年、こんな変わり者の俺の音楽を待ってくれてるファンたちと絆を一つずつ作り上げ、毎度アリーナツアーやってんだ。バカが、それがなんだ、俺のとこなら100歩譲ったとしても実家の親の家にへばりついて堂々直撃してきたな。息子さん苦節10年成功してよかったですね、親御さんとしてどうですか、あんたの親にも聞いたのか、よかったですね息子さん、無事立派に大きく育たれて、朝から車の中で一般市民の家の前張り込んで、嫌がるのを無理やり話聞いて許可も取らずに写真撮って、雑誌の捨て稼いだ金で今日も生きてる息子さんに一言何かありますか、ないですか、ないわけないですよね、なくても聞いてくるのが息子さん、絞り出してでも言ってごらん。ある人たちいっぱいいるね、やっぱかっこいいねお父さん、いつまでも僕の自慢だよ。でもいいかい、中には父さんのこの仕事をバカにしたり軽蔑したりするやつもいるんだ。だけど父さんは負けないよ、父さんは胸を張って生きてる、求められるからやっている、父さんの仕事を楽しみにしてる人のために頑張るよ。はいはい、自分の仕事に自信を持っているのは結構です、堂々と今日も胸を張って生きてて何よりです。じゃあ尾行がバレてカメラ向けられても堂々と逃げず答えろや、カップルのフリで隣座ってストーカーばりに盗み聞くな。人間不信、情報不信、頭がおかしくなりかけた、それでもさ笑うのか、あんたらには何も伝わらんか、煽って報じるテレビが悪い、こぞって食いつく世間が悪い、求められるからやっている、すごいね神様みたいだね、あんたのわずかのまんまのために、世間のわずかな娯楽のために抹殺された人々はそれでも生きていくんだから、俺はやるべきことをやっている、君は恥ずべきことをやっている、恥ずかしくないというのなら隠れず盗まず生きてろや、目を見て話ができなくて何が堂々と生きてるだ。
さん書いたよ、頑張ったよ。明日の発表楽しみだ。みんなの前で胸を張って大きな声で読んでくるね。ありがとな、本当にな。お前は誇れる息子だな。そうだ、明日のことだけど、しばらく休みもなかったし、一緒に遊んでやれなかったから家族旅行にでも行こうか。だから学校は休んでいいぞ。先生たちには内緒でな。